動物行動学は生物の行動を研究する生物学の一部にや、日本では伝統的に動物行動学と訳されているが、言語のエソロジーはギリシャ語のエイトスに由来し、特に動物に限定するニュアンスがない。そのため、行動生物学、または単に行動学とも呼ばれるほか、時に比較行動学の訳語が当てられたり、訳語の混乱を嫌って王名のまま、 エソロジーと呼ぶ場合もある。英語ではエソロジーの説明として動物行動学としている。人間の行動を社会科学的に研究する行動科学とは関連性はあるものの別の学問であるとは別のものである。ただし動物行動学の方法論を人研究に応用した人間行動学という分野もある。チャールズ・ダーウィン近代以降、 動物の行動を詳細に観察し、記述した最初の一人はファーブルであった。しかしファーブルは昆虫の行動の精地さを想像の証拠だと考えた。同時期にイギリスではダーウィンがオランウータンを観察し、その振る舞いが人間とわずかにしか異ならないことに注目した。ダーウィンの視点と進化の概念の影響を受けたロマネスは比較心理学と呼ばれる一派を創設し、 人と動物の心理の差は、性質ではなく量的な違いであると主張した。初期のエーソロジストには、鳥類の求愛行動を観察したジュリアン・ハクスリーや、すり込み現象の先駆的な研究を行ったオスカー・ハイン・ロート、鳥類学者、ウィリアム・ソープ、昆虫学者、ウィリアム・モートン・ホイーラー、霊鳥類学者、ロバート・ヤー・ギースなどが含まれる。20世紀にはアメリカで、 ジェームズやマクドゥガルの聖徳論とワトソンの行動主義が鋭く対立した。この対立はアメリカを訪れたローレンツ、ティンバーゲンそれぞれに影響を与えた。二人は自分の研究がマクドゥガルに近いと考えた。重要な一歩は信号刺激の発見であった。信号刺激とそれに対する反応は種普遍的で主得意的であり、行動の正徳性を示唆する。 もう一つの発見はインプリンティングである。この発見はマクドゥガルの視点ともワトソンの視点とも矛盾し行動が学習と正特性の一方で説明できないことを示すとローレンツは考えた。ドイツ語圏の研究者がその研究の初期から進化と系統発生に注目していたのに対してアメリカの研究者はより強く学習と個体発生に注目した。ワトソン ソーンライクの影響を受けたスキナーは行動主義を徹底し、この視点は心理学に強い影響を与えた。イギリスではラック・エルトンな博物学の流れを組む研究者が生態学の視点から動物行動を研究していた。主にティンバーゲンの移住によってドイツ語圏の研究はイギリスに持ち込まれた。彼らの研究は動物の行動を 生物学的適応とみなす点で共通しており、行動生態学の発展の基盤となった。ヘラジカのすり込み実験カモメのヒナが、母鳥のくちばしにある赤い反転をつつくのは、反射的に食物を吐き出すのを刺激するためである。外界からの刺激や、内からの指示によって、動物が体のある部分で何らかの変化を起こすことである。これは単なる反応ではあるが、 それが成長のような形を取らないもので、それらが一連の組み合わせで、結果としてその動物の生活に一定の役割を果たす場合に行動という。一般に動物は動くものであるので、その反応には移動を伴うが、必ずしも移動しなければ行動とは呼ばないわけではない。広い意味では、体色変化や発行も行動の一部である。行動には、 一定の機能が存在する。だから単純な反応であっても、機能があれば行動と呼びうる。例えば人間のあくびは、生理的な反応だが、講演者に横槍を入れるためにわざと大きく、あくびをするのは行動である。行動は、その目的によって分類することもできる。例えば繁殖行動、探索行動などという呼び方をする。研究の目的によって、 行動を分類するカテゴリーは異なる。刺激に対する反応が単純な動きである場合、それを反射と呼び、刺激の方向に対して、特定方向への移動や向きを変える動きを創生という。反射や創生は、最も単純なタイプの行動である。生活史の中で、特定の時期に働いて、重要な行動の要素となる。例えば、鮭が生まれた川に戻るのは、 川の水に含まれる成分への相加性が働くためと見られる。あるいは、マダニは地表で卵から生まれ、草をよじ登って、葉の先の裏側に落ち着く。これは、負の装置性と負の走行性が働くからだが、大型動物が接近すると、吐く息に含まれる二酸化炭素を感知し、途端にその方向の葉の表側に移動する。これは二酸化炭素に対する性の相加性が働き、 同時に、負の走行性が、性の走行性に変わるのではないかとも言われる。広く考えれば、植物の場合も環境に対して一定の反応をする。例えば、アブラムシの食害に対して捕食者を呼び寄せる化学物質を分泌する植物が知られている。これは、動物行動学では反射とみなされる反応だが、行動生態学では行動の一種として扱う。行動が、 生徳的なものであるのか、後天的なものであるのかではけ、それぞれにそれを支える仕組みを解明する。生徳的なものであれば、それに影響を与える遺伝子が存在し、神経系や筋肉系など、作り付けの装置の構造に基づくはずである。生まれつき、生活史の特定の段階で、特定の組み合わせで複雑な行動を行い、目的を達するようになっている場合、 そのような行動を本能行動と呼ぶ。昆虫などでよく発達したものが見られる。後天的にできるようになる行動をまとめて学習と呼ぶ。実際のその内容は様々である。よく動物実験で行われるものに簡単な迷路を使って目的地にたどり着く道筋を覚えさせるというのがある。脊椎動物であれば何度かの失敗の後目的地にたどり着けば それを繰り返すうちに、次第に失敗の数が減り、やがて一気に目的地にたどり着けるようになる。つまり道筋を学習したわけである。これは学習の典型的なものの一つで、試行錯誤学習などとも言われる。コンラート・ローレンツが発見したすり込みは、当初は本能行動に分類されていた。しかし、親を追従する行動は本能的ではあっても、 どの物体を親と認識するかは学習による。発達生物学者と初期の動物行動学者の間で行われた議論は正徳性の意義を問い直した。学習と学習の生徒的基盤の相互作用の解明も動物行動学の範囲で行われる。さらに経験やそれに基づいての推察、予測などの判断で行動したと見られる場合、これを知能による行動と見るが、 判断は難しい。他の個体の現在、または将来に影響を与える行動を社会行動と呼ぶ。社会行動には、行動者の絶対適応度を増大させ、他個体の適応度を減少させる利己的行動、行動者の適応度を減少させ、他の個体の適応度を増加させる利他的行動、二個体の適応度を共に増大させる協力行動、行動者が、 自らの適応度を減少させ、他個体の適応度を減少させる行動報復行動などが存在する。攻撃行動、繁殖行動、求愛行動、威嚇行動、縄張り行動、祭事行動などの機能による分類がある。その他にも意図運動、転移行動、転化行動など行動に応じて様々に分類がなされ、研究されている。生物学的階層性と学問の範囲。 動物行動学は大まかに二つに方向に分けることができる。一つは行動の資金要因を扱う分野であり、もう一つは行動の究極要因を扱う分野である。資金的な分野には、分子生物学や遺伝学的な手法を用いて、モデル生物に対する実験を行う行動遺伝学、神経行動学なども含む。一般的には、競技の野外で野生の状態を観察する。 生態学的な研究や研究室内でラットやチンパンジーなどを用いる研究を指す。野外では哺乳類や鳥類、社会性昆虫などを対象とすることが多い。様々な行動を比較するとき、その目的によって分ける考え方はわかりやすい。例えば餌を食べるための接触行動、繁殖のための繁殖行動といった具合である。また、繁殖行動は、 さらに配偶者を求める配偶行動や卵を産むための産卵行動や子育てのためのといった細分化が可能である。特に生殖に直結する繁殖行動は注目されることが多い。しかし動物自体が目的を意識しているかどうかはわからない。そのようなものを科学の対象としては据えられないから動物の行動を研究対象とするには 違う方向からの切り込みが行われることが多い。行動生態学及び社会生物学は動物行動の究極要因、進化を扱う分野である。この分野を動物行動学の一文化とするか、独立した分野として扱うかには議論があるが非常に密接した関係にあるのは確かである。行動生態学では多くの行動は遺伝的な基盤を持ち、 同時に学習の影響も受けると仮定しているために本能行動と学習行動を区別しないことも多い。行動生態学の中心的な手法は資金要因分野と同様に観察、実験のほか、ある社会行動がどのような時に進化的に安定な戦略となるかの数理モデル作りも含まれる。行動生態学は主に動物を扱うが植物や菌類なども 研究対象である。また、退職の変化や生活史など、競技の行動以外も、研究対象となる。行動生態学では特定の状況で取り得る、複雑な行動が単一ではなく複数あるとき、その行動の選択肢を戦略と呼ぶ。また、戦略の語は、複数の行動が組み合わさった、複雑な行動パターンを指す場合にも用いられる。エソロジーの知見は、 心理学に取り入れられ、人間理解に大きく貢献している、精神分析家であり、児童精神医学者でもあるジョン・ボールビーは、幼児と母親の関係において、動物行動学的知見が有用であることに気づき、ニコテンバーゲン、コンラッド・ローレンツ、ロバート・ハインドラと交流を深めた。フーの精神保健コンサルタントでもあったボールビーは、人間の愛着に注目し、 子供の心の発達には養育者との愛情ある母性的関わりが必要であることをマターナルケアメンタルヘルスにおいて発表し母性的養育の剥奪は子供に精神的な問題や少年飛行などの深刻な影響を与えることを報告したそれまでジークムント・フロイトによって説明されてきた欲動理論とは異なり1969年から発表された アタッチメントアンドロス三部作において、乳幼児は世界を探索するための安全基地を必要とし、乳幼児の不安の多くは養育者との安全な愛着がないために起こることを指摘した。これらの研究は、精神分析家ノルネス・ピッツや、発達心理学者のメアリーエンスワースラに影響を与え、後に愛着理論と呼ばれる発達理論を形成した。古くは、 日本の精神科医である島崎俊樹が動物行動学を学び、精神病者の人間学的理解に活用した。1970年代には、精神科医の市橋秀夫が精神病患者に見られる対人距離の得意性を行動生物学的視点から説明し、空間の精神病理として研究を行った。2000年以降では、精神科医の岡田武氏が、 ボールビーやエインスワースの愛着理論をまとめ、心の安全基地を持つことがやめる、人々の前進する鍵となることを説いている。動物行動学を礎とし、ボールビーやエンスワースによって、地方を固め発展してきた愛着理論は、現代において人間理解に欠かせない要素となっている。ありがとうございます。